だけチャレンジゲームをしたいと思います。イエーイ。だからお前が一番テンション上げろって。はい、ですね、5人で完成させる 5W1H ゲーム、イエーイ。説明させてもらいます。4人で一つの文章を作成してもらいます。いつ、どこで、誰が、何を、どのように、からなる文章を4人で作ります。で、船田選手がいつを担当します。で、田中選手がどこで担当します。で、今日は4人なので、誰のところはジェフィーで統一します。ジェフィージェフィー、ジェフのマスコットキャラです。皆さんこの機会に覚えてください。ジェフィーが、で、九十郎選手が次ですね。何を担当します。で、最後に山崎選手がどのようにの部分を担当します。で、順番に提示していってもらって、文章が成り立っていればチャレンジ成功ということです。ちょっと難しい。そうです、難しいです。難しいんですけど、会った時は絶対いいんで、っやってみよう。はい、考えてみてください。こんな感じで2人ともフィールドプレイヤーですか？あ、センターバックって言ったか。田中選手はサイドバックとガイドハーフ。丸一緒じゃん。いや、39歳で走れるのはすごい。本当すごい、マジですごい。それはもうこんな、もうこんな感じ。もうこんな感じだよ。できましたか？うん、 OK。じゃあ順番に、船ページですね。いつ、提示してください。お、元旦。元旦。元旦。田中選手、どこで。山の上で。山の上で。いいよ、いいよ。いいよ。はい、ジェフィーが、はい、九十郎選手。テニスボールよ。これなんかちょっと。めっちゃごめんなさいなんだけど。ちょっとでもテニスボール出てくるとちょっと思わなかった。完全に裏取られた気分だ。裏取られた、完全に。ちょっと今もうめっちゃスルーパス通った。もう一回行きましょうか、もう一回。OK。はい。OK。じゃあ行きましょう。皆さん、お願いします。東京オリンピック、東京パラリンピックで。お、田中選手。ちょっと待って。もうやばい。何回口が挟んだな。ビルの屋上です。はい、ジェフィーが、でもー、オーケー。事故狂気になるよ、スケボー。わー、これさ、最後むずいわ。これむずいね。耐えますか？うん、ちょっとさ、条件欲しい、条件、ちょっと。じゃあ条件つけましょうか。九十郎選手が意外とぶっ飛んでるよね。うん。最後やってほしい。頼む。だから、そうですね、シチュエーションとしては、ちょっとサッカーサッカーで来てるのね、ちょっとロマンチックなシチュエーションっていう感じの文章ね。どうか。役割はじゃあ一緒で。役割は一緒で大丈夫？九十郎さん大丈夫？九十郎さん大丈夫？九十郎さん最後がよくない？大丈夫。大丈夫。大丈夫。
最後行く、最後。最後行こっか、じゃあ。じゃあ変えますね。よっしゃ。じゃあ、田中選手、いつ？で、山崎選手、どこで？はい。やべえ、待って。船田選手が、何を？何を？ジェフィーでもさ、誰がはジェフィーなんだよね。そうです、ジェフィーはちょっと変えずにいきますね。はい、ジェフィーロマンティックじゃねえよ。九十郎選手がどのようにで、ね、最後締めくくっていただきたいな。じゃあシンキングタイムで。いいこと、待って、いい、何を、ジェフィーが何を、ロマンティック。真剣になってきました、なんか。最初、田中選手ですね。いつ、どうぞ。2月14日、バレンタインデー。そうです。おはい。じゃあ、山崎選手、どこで？夜の服ありで。もういいよいいよいいよ。ジェフィーが、いや、はい、船さん、愛を、来た、送られた。どこじゃない。惜しい、惜しい、コクって欲しかった。ちょっと近づいてきたね。ちょっと近づきましたね。ちょっと近づいた、ね、いラストいきますか、ラスト。オッケー。もうバシッとバシッと決めよう。ここバシッと。お前、そのままいきましょうか。じゃあ、役割も一緒ね、はい、いや、今学んだんで、藤浦選手が。藤浦さんは告られたい派なんだな。そういうことだね。そういうことだな。うん。やだ。じゃあ、シンキングタイムで最後。お願いします。ロマンティックがわかんないんですよ。ロマンティックがわかんないんですよ。あれだよ、もう九十郎さんのもう想像力。ちょっと田中選手思いついてる。オッケー、分かりました。オッケー。じゃあ最後いきます、ラスト。田中選手、いつ、お願いします。12月24日クリックマークイブ。はい、どこで？ピッチのど真ん中で。はい、レフィーがありったけの愛を、だけの愛を、ありったけの愛を聞きほしい。やべ、ありがとうございました。藤浦選手、面白いわ。